はリリア様が住んでいらした森の家だ。つまりこれはリリア様の夢の一部か。わしがお主の孫に武術の稽古を。はい。この声はリリア様とおじい様。娘夫婦の長男と長女は武術に興味を示さなかったのですが、最近生まれた末の子が将来私のように王宮近衛隊に入りたいから稽古をつけてほしいと。なるほどな。しかしなぜわしに。現役で近衛隊の顧問を務めているお主が稽古をつけてやればよかろう。いえ、その身内だとどうしてもなんというか手心を加えてしまうか。お主らしいな。はい、わかった。その役目引き受けようではないか。ありがとうございます、右大将殿。おい、バウル、わしが右大将を退いてから何百年経ってると思っとるんじゃ。申し訳ありません、昔の癖でつい。わしの後継をお主が務め、そのお主もすでに引退して顧問をやっとるというのに。してその末の子というのは何歳になる。今年で7つになります。7つか。うちで預かっている子供がちょうど同じくらいの年じゃ。きっと良い練習相手になるじゃろう。名はセベクと申します。セベクか、凛々しい名じゃ。お主の孫だからといって甘やかしはせんぞ。ビシバシ行かせてもらう。はい、鍛えてやってください。お主の娘が結婚相手に人間を連れてきた時はどうなることかと思ったが、お主も丸くなったもんじゃの。私はまだあの軟弱な人間の男を認めたわけではありません。ただ孫に罪はありませんので。おじい様、読書、養成後、そしてリリア様への弟子入り、おじい様や家族の支えがあって今の僕がある。それはきっとあいつも同じはずなんだ。どこにいるんだシルバー。